おはようございます。リキューです。ウェルエイジングアワー、朝のウォーキングラジオを東京流れる隅田川のほとりを歩きながら、年を重ねるエイジング、その先にある介護情報をお伝えしております。今日は土曜日ですね。土曜日、風並み度は1以下。まあ、あまり風が吹いてなくて、ライブがしやすい土曜日の朝を迎えて、天気は青空が広がって暖かい、そんな朝です。皆さんの住んでる地域はいかがでしょうか？皆さんもお帰りございませんか？いい朝ですよね。まあこういうふうに朝日を浴びて、朝日イコールセロトニンを浴びるというのがちょっと私のこだわりなんですけど、それでコツコツ同じことを繰り返す。歩く、ゆっくり歩く。そしてうっすら汗をかく。まあ、新陳代謝を上げて、脳内伝達物質のセロトニンを放出していく。そうすると、まあ、ホルモン、脳内伝達物質のセロトニンが放出されて、幸せホルモンが出て、脳が活性化されて、物事が整理されてくる。私にとっては、この歩く会議室みたいな、まあ、そんな時間になっています。おうちで新聞の田村さん、おはようございます。さて、うっすら書いてぼんやりしてるのでなんか話が前に進みませんけど、今日のちょっとテーマなんですけど、高齢者商品が発明だった時代というテーマで少し私の思い出を振り返りたいというふうに思います。今ウェルエイジングセンターというサイトを整理している関係で、さまざまな過去の私の歩みだとか、あるいは書類をこう整理をしながら歴史を見ているんですが、その中でちょっと気がついたことがあるんですね。それから最近タイの方々をご案内してディスカッションする中で、さらにそれが新たな気づきに変わったというところをご紹介していきたいと思うんですが、何度も申し上げているように、1989年高齢者福祉推進10カ年戦略、2000年に介護保険を作りますというふうに国が発表した、通称ゴールドプラン。高齢化率は多分 12% くらいだったかな、10% 前後推移している時だったかなという時ですね。で、2000年に介護保険ができた時に高齢社会になった。高齢化率は 14% になった。で、今は約 30% を迎えようとしている、まあ、そんな私の介護の仕事の歩みを見ながらですね、そこに私は高齢者を理解するために様々な活動をしている。これが日本ウェルエイジング協会のインスタントシニアプログラム、当時は高齢者疑似体験、今は高齢者共感体験という言い方に少し変えましたけども、高齢者のことを理解しようという活動をしていったわけですよね。そのインスタントシニアをカナダの政府と契約を結んで日本に導入したのが1992年、カナダのオンタリオ州。その本家本元自体がもうそのないですね、調べていっても。そういうプロジェクトっていう窓口はもうないので、活動はあるのかもしれませんが、日本はそれを今も私たちが継承しているということで、高齢者が増えたので、高齢者のことを初めて理解するというよりも、高齢者の方々をもっともっと深く理解するためにそのプログラムをベースにして作り変えてきているということですね。一つは脳機能を知る、認知機能を知る、それから看取りという体験を付け加えるということですね。これは死生観、老いることによって、あるいは死が近づくことによってどう生き切っていくかというところ、これが高齢者の方々の生活だとか心模様にどういう影響を与えているかということをずっと振り返っている。これが今の日本ウェルエイジング協会の高齢者共感体験新プログラム、インスタント事業の、まあ、骨格になっているということですね。これが1992年にカナダから日本に導入されたという
ことを今整理をしているんですが、それと同時にですね、実は日本売人協会でやっていたことがあるんですね。実は私はそこに関わっていたんですけど、あまりそれを思い出すことはなかったんですね。合計3回行われた活動があるんですが、それは高齢者のためのデザイン発明工夫コンクールというものをやってたんですね。これは日本で日本売れ人協会が提唱して、先代の会長が創設者の吉田澄夫ドクターがやったんですが、これはですね、ヨーロッパまで巻き込んでやった高齢者の発明、デザイン発明工夫コンクールというようなことで、結構大々的にやったわけです。で、私もそこに学びを求めていったということですね。で、1989年というのはバブルの真っ最中でした。勢いが経済にあったわけですね。ただ、バブルというふうに言われたので、その盛り上がった泡がさーっと消えていってしまった。これがバブルの崩壊というやつで、1992年、高齢者の理解を知るために始めた、この日産とシニアのスタートは1992年。で、その時に、発明工夫展、デザイン発明工夫展っていうのを同時にやってたわけですね。これを冷静に見ていって、私も展示会だとか、そういうものを少しお手伝いした記憶があるんですけど、要は、まだまだ高齢者の方が少なかった時代、10% 超えた頃、人口の 10% くらいの方に適した使いやすい商品がまだ世の中に出揃ってなかった時代。なので、発明って言われたわけですね。今、例えばベッドだとか車椅子だとか、発明という言い方はしないと思うんですね。ただ、もちろん当時からベッドも車椅子もあったと思うんですが、そこに付随するような小さなデザイン、ささやかなデザインが実は発明だったということで、で、かつそれはデザインをベースにしていくという高齢者の方々が使いにくい。ですから、誰がそこに出展をしていたかっていうと、個人なんですね。高齢者の方が私はこういうふうに工夫して暮らしているというような商品がコンクールに提案されていく。それと小さな企業、大企業じゃなかったなと思うんですが、まあ今でいう中小企業が高齢者の方々のために作った商品をエントリーしていたわけですね。で、そこからしっかりとした方々が、まあ、当時の日本売人協会の理事の方々だとか、そういった方々がそれをコンクールを開催して、で、まあ、賞をつけていくということですよね。ですから、まだまだ、一般市場に出る前に、発明、デザイン発明コンクールという形で、自分たちの生活を変えていっていたものを取り上げて、検証していった時代ということですね。バブルの崩壊の後に地に足をつけてしっかり高齢社会を受け止めて、今まである商品デザインでは使いにくいんだという人たちが工夫しているということを取り上げて、それを日本からヨーロッパに広げて活動していったということですね。で、それは記録では3年間やったんですが、その後継続しなかったですね。それは創設者の吉田澄夫さんが高齢になって活動を引き継いだ人たちにそれをなかなかうまく引き継げなかったということもありますけど、おそらく時代の変化だったと思うんですね。この発明からですね、しっかり新たなって言いますか、当たり前にある商品に変わっていったので、発明工夫展というよりもしっかり商品に変わったんだと思うんですね。その頃の会、その後会長を引き継いでいく安倍陽子さんっていうのは女性マーケター会議の初代会長だったので、そのマーケターの視点で、その吉田澄夫創設者と議論して、使いやすさ、高齢者だとか、あるいは女性だとか、障害の方々に使いやすい、このデザインとか、
工夫というものをですね、しっかり世の中に出していこうというような、そんな活動が1992年前後に同時に始まったということです。大きなマスメディアですよね。マスでメディアに乗るような商品の売り方じゃなくて、口コミで広がっていくような、まあそういう時代ですよね。で、それはもちろん多数の方じゃなくて、少数の方に必要だった商品、その少数派がまだ 10% くらい高齢者だった。あるいは障害の方も含めて、そういった方々に開発された商品だった。これが発明だったということですね。別な言い方をすると、バリアフリーという言い方がある。高齢者の方々にとって、障害をお持ちの方々にとって、障害を取り除いていくという、そういう、この街のデザインだとか、商品のデザインが変わっていったわけですよね。で、その後に台頭してきたのがユニバーサルデザイン。その障害を取り除くっていうよりも、すべての人に使いやすいデザインというふうに変わっていったわけですね。ですから、このデザインっていうキーワード、これは、エジソンが電気を開発したというような、あるいは、飛行機という飛ぶ道具を開発したというような、そういう発明だけではなくてですね、ささやかなデザイン、ちょっとこれを長くしてみようとか、こういうふうにちょっと削ってみようとか、見えやすいように色を少し変えてみようとか、そういうデザインの工夫も含めた発明だった。で、それが商品として当たり前のようになって、バリアフリーからユニバーサルデザインとして、で、さらにそれが全ての商品に組み込まれていくと、それは当たり前な商品の中に、当時は発明だというふうに言われていたデザインだとか機能が組み込まれている社会ですよね。なるほど、そういう時代があったなというふうに振り返ったわけです。でね、私がですね、日本ウレジン協会、当時の日本ウレジン協会が発明工夫展の、機関誌を出していたんですね。新聞にも取り上げられたりしていた、その記事をちょっと読ませていただいたときに、面白いなというふうに思って記憶に残ってるのが、浴槽がありますよね。バスのバスタブ、浴槽の、下部、下のところに蛇口をつけるという、まあそれは実際作ったというよりも絵だったんですね。で、面白いな。その考え方が実は賞を取ってました。ですからそれが紹介されていたんですが、イメージ湧きますかね。バスタブ、浴槽のお湯を使って体を洗う。ですから、桶でお湯をすくって体にかける。で、今はシャワーがありますので、多分そういうお風呂の入り方、湯船に溜まったお湯で体を洗ったり、シャワーをする人、あるいはシャンプーをする人って少なくないんじゃないか、多くはないと思うんですが、その下部についた蛇口をひねると、浴槽にあるお湯で、お湯が、要は、桶に溜められたんですね。それを考えた高齢者の方がいたわけですね。これがあったら、お湯を無駄にせずに、ちゃんと使って、体にかけたり、シャンプーしたりすること、できるというような、そういうデザイン、アイディアが賞を取っていた時代ですよね。おそらくそれは商品化されなかったと思います。ただ、高齢者の方がそういう生活を考えて、こういうのがあったら便利だな、というふうに思ってた時代。今は、朝シャンとかいうようにですね、まあ、シャワーが当たり前になって、シャワーだけで暮らしている人たちも多いと思うんですが、そういうことが考えられて、高齢化を迎えていく。高齢社会、今は超高齢社会を迎えていったというような、まあ、そういう時代だったわけですね。あ、田村さん、イメージできますよ。そうですよね。私は、まあ、これは、しやすくて感動したんですね。さて、この、マスメディア、あるいはデパートに行ったら並んでいるという商品じゃなくて、少数の方々のために、口コミで広まるような商品ですよね。ですから、
テレビのコマーシャルで売っているものいうふうには絶対ならない商品が、実は今も実は開発されているということです。私はウェルエイジングアカデミーというウェブ上にエイジングと介護のプラットフォームを作って、商品サービス教育というものを、それを必要な人たちに提供するサイトを作りました。なぜならばそういう相談があったということと、やっぱりそういうものがしっかりセレクトできるようなまとまった商品サイトがないということですね。もちろんカタログ、福祉用具というようなベッド、あるいは車椅子、杖、歩行器などのそういうカタログはあるんですけど、そこに認証の教育だとか、あるいは介護経営のコンサルだとか、あるいは税理士の方々の経営の、例えばチェック、社労士さんの労働者のためのそういうサポートだとか、あるいは最近だと自分死関係とか食べること、あるいは災害対策、あるいは予防、さまざまな商品がたくさん開発されているんですね。でそれを市場に出そうと思ってもなかなか今までのやり方では売れないということですね。それを多額のお金をかけてマスメディアに出すような商品じゃない。今は逆に言えばオンラインという新たな武器がある。それに乗っけて口コミで広げていく。オンラインを使って口コミで広げていく仕組みを作りたいということで、ウェルエイジングアカデミーというような教育、それから感動秘話、イベント、セミナースクールなどのイベントをセットしたショップ、そういう商品サービス教育を提供するサイトを作りました。で、それをさらに動線を作るためにウェルエイジングセンターというサイトを今作って整理をしているところです。ですから、今も実は発明が続いているということですね。高齢化率が 30% の社会で、まだまだ今まで当たり前に発明から商品としてちゃんとポジションを得た商品でも、まだこういうふうに改善したい、マイナーチェンジをしたり、もっともっと困っている人とか、こういうふうに行きたいという新しいニーズに提供できる商品というのがまだまだ発明されしきってないということですね。で、もしそれが開発したとしてもですね、不特定多数、あるいは少数派に向けてどういうふうに普及していくか、あるいはこだわり商品がゆえにですね、説明が難しいということです。ですから、ピッチ、プレゼン、あるいはそれを活字にする、音声で説明する、動画でしっかり説明している、あるいは使い方、あるいは使った後の感動、あるいは感想を聞いてみる。で、またそれを商品開発に応用していくっていうことが、実は今でも続いてるわけですね。これは当たり前の商品をもう少し使いやすくしていく、あるいは当たり前の商品がまだ使いにくいと思っている人たちにもう少し改善をして提供していく、それから新たなニーズ、人生最後の時に自分史まとめたいな、誰か動画撮ってくれないかな、自分のためにコンサート開いてくれないかなというような新しいニーズに対して、それを商品化していきたいというステージもあるわけですね。もちろん個別にはやってきたけど、あえてそういうことができるんだということを示すために商品化、あるいはビジネス化して、高齢者の方々が迷惑をかける人、介護というお金がかかる人じゃなくて、繰り返し繰り返しサービスを使ってくれる顧客として、しっかりエイジングビジネス、あるいは介護ビジネスを育てていきたい、発明というところをマスメディアじゃなくて口コミ、我々の仲間が広げていくための新しい仕組み作り、これを必要としている人たちのニーズを聞いて、で必要としている人たちにしっかり届けて、でその感想を聞いて、またそれを応用していきたい人たちにつなげていく、これはデザインの発明であり工夫だということが常に続いていて、別な見方、言い方をすると、これはイノベーションでありベンチャービジネスなんだなというふうに思いますよね。ただこの介護というのが公的介護保険に組み入れられた日本の中では、
ベンチャービジネスだったはずなんですが、今は制度上の制度事業、制度ビジネスに置き換えられていて、それを飛び越えて介護保険外事業、介護保険外の商品というようないうものがなかなか普及しにくい。でも必要である。であればそれをつながってみんなで進めて説明を受けて、分かりにくい、分かりやすいというようなことを確認し合って、表現力あるいは商品面も含めてですね、既存今までになかった表現、今までなかった商品をいかに必要な人に説明するか、あるいは顕在化してないニーズってあるんですね。潜在ニーズ、困っていることっていうのは顕在化してない場合があるんですね。でも目の前にそういう商品があると、あ、これは私に必要だったかもしれないっていうふうに潜在ニーズが顕在化していくっていうこと、これがですね、グループインタビューでやっている潜在している、まだ表に出てきていないニーズを引き出していく、顕在化させる、そういうマーケティング手法っていうのがグループインタビューの中の目的、手法だったりしたわけですね。私はそれも実務としてやってた時代があるので、それを今の商品開発に応用しながら、新しい社会の高齢者の方々に必要な生き方をディスカッションして、その生き方を達成するための商品サービス、教育というものを、多くの人が開発しているものを説明を受けて集めて、皆さんに分かりやすく紹介できる、そういう仕組み作りをしたいなというふうに思っているわけですね。ですから1992年高齢者のためのデザイン発明コンクールというものが、今私の中のウェルエイジングアカデミーに形を変えたんだということ、そしてそれが今週ご案内をしたタイの方々の高齢化率というものが、その1989年から2000年の間くらいを推移をしているとしたら、タイの方々から見たら日本にある商品というのは全てが発明なんですね。なるほど、これがあったらこういうふうにして高齢期、新しい社会システムを作ることができる。だったらその日本の商品ちょっと試しに使ってみたい、あるいはタイの方々にはこういうふうに少し変えないと使えないかもしれないというディスカッションが同時に始まるってことです。1992年、私たちが発明工夫展をやっていたことがですね、実は日本では当たり前だったかもしれないところにまた新たな発明が生まれて、それがまたこれから高齢化に入っていくアジア諸国につながっていくとしたら、やはりこれはバブルじゃなくて実務として実学として実装されていくベンチャーでありイノベーションなんだなというふうに思っています。ただ仕組み化するのには一人じゃ難しいし、知恵も必要だし、仲間が必要だし、もちろんお金も必要だということがあるので、試行錯誤を繰り返している次第です。ただ我々にはこのオンラインという武器がある。今はこういう音声で私が語っているのを聞いてくれている人たちがいるという武器がある。これが1989年、あるいは1990年当時と違う仕組みを我々は手に入れているということですね。ですからコンクールをしなくても、あるいはそのコンクールをウェブ上でできる、それもマスメディアを使わなくてもできる、小さな企業でも個人でもできる。ただ一人じゃ難しい、だからコミュニティ、チームを作る、そんなことですね。はい、ということでまた皆さんといろいろお話をしたいと思います。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。おうち亭新聞の田村さんから、国を超えた素敵な話、文化を育てる活動ですねというコメントをいただきました。それをご紹介をして、本日の
ガレージガーワーを終了させていただきます。良い一日をお迎えください。またお会いしましょう。